志の低い連中だね、どうも。ああ、ちょっと、君たち。くらえ、幕府の犬め。なんだてめえは。それにその髪の色、さては貴様、異敵の子だな。よっちゃん、なんでまた俺。何すんだてめえ。わしは今日大変な一日でのすこぶる機嫌が悪いんや。ああ、運がなかったのお前ら。いきがりよって、やっちまえ。おいおい、機嫌が悪いからってまさか。やっちゃの。よし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 。わしに噛みつくとはの。気に入ったで。今日からお前は薩摩藩預かりや。何や、長州の青二歳がおるやんけ。それにあんたもか。縁があるの。お前は西郷さん。ったく、随分な言われようですね。どないした、にっかき薩摩の大将首がおるんやで。かかってこんのかい。いや、正直あまりあんたのことでどうこう言うつもりはないんですよ。寝技使ってるのはお互い様なんだね。ただ俺も一応長州の代表みたいなことになってるからね。あんたを目の前にして刀を抜かないわけにはいかないんだ。悪いね。いいで、わしも薩摩将取るんや。わしとあんたの喧嘩でこの件切りつけようやないか。わざわざ前に入ったったんや。切ってみろや。それじゃあお言葉に甘えて。斉藤さん、何すんじゃ悪い。てめえらの都合だけで勝手に喧嘩始めんな。気に入らねえ。なに、今日はあんたがイラついとるんかい。せやけど、あんたに指図されるいわれはないで。あいにく、俺も引き下がれないんですよ、立場上ね。そうか。だったら、殴り合いで蹴りつける。斉藤さん、あんた何言って。ついでに俺も混ぜてもらうぜ。今はとことん暴れて気分なんだ。何や、要はあんたがうさばらししたいだけかい。ええで、隙を取る。風呂屋ん時の蹴りがついてへんしな。
やれやれ、あんたたちの流儀にはついていけないんだけどね。まあいいよ、やるからには徹底的に行きましょう。ふう、思ったよりノリがいいやんか。見直したで。覚悟はいいな。ズー、いっちょ暴れたら困った人たちだな。ハッシュッキュア、ヘイヤーディスティーデルリハッディスフッデイデイシュッディスキュアワイクソデシュッシュッヘイヤーフシュッギャーハッミルッったんだ。付き合ってもらうぜ。嫌とは言わせねえ。ああ、はい、喜んで。こいつ絡み酒やったんか。